客さんのところ到着する予定です。でもなんかね、ちょっとややこしいみたいなこと書いてありました。そのポートに入るのにエスコートする人と先に話して、でその人についてきてもらうみたいなこと書いてあったんですけどね、ちょっとややこしい。あ、なんかいっぱいピックアップしてますね。1号ですかね。およそ 0.25 マイル先、左方向です。みかん、なんかいっぱい売ってましたね。ここをずっとまっすぐ行ったらポートに行くんですけど、でもその前になんかこの辺はっきりした場所のことが書いてなかったんですよね。これを曲がったところのどっかにガードの人がいて、でなんかそこでエスコートする人を、エスコートする人と話をしないといけないって書いてあります。でその人、そのエスコートする人にお金も払わないといけないみたいなことは書いてあります。分からへんな、ど、なん、やっぱ分からへんな。それらしき人がいるのかな、どこ。なんかいっぱい止まってますね。これがおっしゃ、分からへんっすな。あ、Good, how are you? Do you need a wash out or are you looking for the escort? Escort. Okay, he's right here. Who is it? In the car. Oh, in the car? Yeah, in the car. Okay, thank you. Yeah, it's my first time here, so I have no idea. So now you're your turn, right? Yeah, flip the U-turn and just park behind him. Okay, thank you for your help. Okay. Thanks. Hey, ここで U-turn できるのかな？できるよ。こんだけスペースあったら。え、無理やん。どうやって。え、いける？おー、狭い。到着しました。なんかよくわからんけど話してきます。なんか話する前にもうなんかこれに記入してきてみたいな感じでした。紙こんな感じです。はい、記入できました。行ってきます。戻ってきました。なんか結局トラックで待っといてって言われました。
なんか面白いですね。ここ初めてなんですけどね。なんかポート、港に入るのにエスコートが必要とかね。そんなことあるんですね。しかもなんかめっちゃ怪しそうな車じゃないですか、目の前の。フルスモークの車。面白い。もし、なんやろ、これ夜やったら話しかけたくないような車でした。この隣の人がね、言って、教えてくれたからよかったけど。はい。一旦切ります。失礼します。はい、お疲れ様です。って音、聞こえます?今、冷蔵庫が動いてる音です。あー、耳障りな音。OK 出ました。とりあえず行きまーす。はい、今さっき書類を受け取って、今ポートに向かってます。多分これまっすぐです。なんかエスコートって言うから誰かついてくるのかなと思ったんですけど、なんか違うのかな?てか、ポートの入り口で誰か待ってるのかもしれないです。いや、田舎ですね。なんか、この辺はもう普通の住宅街ですね。あ、なんかかっこいい木がありますね。あ、着きましたね。あ、すごい、めっちゃでっかい船止まってる。すごい。いや、港って感じがします。僕はあんまりこういうところ来ないんでね。まあ、むしろ初めてですよね。Hello, sir. How are you today? Good, thanks.Yep. Follow me. Okay, sir. Thanks. Thank you. はい、目の前の黒い怪しそうな車について行ってくださいってことです。すごいな、なんかすごい変わった感じですわ。So how are you today? Good, thanks. It's my first time to get here, so I don't know what to do. So first, you want to take it to the motel today? Uh-huh. With your pickup number, access pickup number, okay. And when you land in and load it, you're going to pay for the full gas for $390. I'll take EFS, T-check, comp check, transit card. Uh-huh. And you're going to pay after you're going to get it loaded. Getting loaded, okay. So yeah, when you check in, they're going to give you the door, and they also give you your paperwork from your bed. Okay, sounds good.Uh-huh. Okay, sounds good. What's the name of the pay? Well, the company? Yeah. STM. Oh, STM. Oh, yeah. Yeah. Oh, STM. Just three letters. Oh. Yeah.
Yeah. Easy. Okay. Thanks. So, just wait for them to give you the door. Sometimes they'll tell you that you're getting loaded somewhere else. And when that happens, you don't have to pay $90 to pay $60. You still have to take the board into your apartment. Oh, is there somewhere else? Huh? Is there somewhere else to pick up a load? Yeah, sometimes they'll tell you that your load is in here. So just oh, I see. Okay. はい、お疲れ様です。今、お客さんのところ到着しました。あれですね、何か、デルモンテ？よく見るブランドですよね。フルーツの。ていうか、バナナか。全部バナナなのかな、これ。今、トラック、ドア待ちです。で、これをもらいました。ダラン。なんと、これがあれですね、僕がさっきちょっと話してた、トレーラー内の温度を管理する多分機械やと思います。だからこれがまああるんで、勝手にモードを変えたりしたらえらいことです。受け取り拒否なんてことになるかもしれないです。だから我慢します。はい。あ、今ね、ドア 3番っていうのはあるんですけどね、赤いトラックがどいてくれたらね、僕がバックして入れるんですけどね。まあそんな感じです。とりあえず待ってます。で、これポートなんですけど、僕が思ってたのとは全然違いました。今この場所からやったら海なんか全然見えへんし、なんか勝手になんかこのポート内歩き回るのもなんかあかんような気もするし。ね、エスコートがいるぐらいやし、なんでエスコートがいるのかも僕にはよくわからないですけどね。エスコートの人らにね、90ドル払わなあかんらしいですね。びっくりですよね。入り口からここまで1分もかかってないですよね。で、それで多分ね、あっち側に 黒い車止まってるんですよね。さっき僕をエスコートしてくれた車で、それが、あ、今どいてくれましたね。で、僕が入ります。エスコートの人は目の前にいますね。なんかこの人は多分ね、僕らが終わんの待ってるだけですよ。微妙な、狭いな。ドアが小さい気がする。はい、止まりました。中入ってきます。今ドアにトレーラーつけて待ってます。積み込み始まりましたね。多分そんな時間はかかんないです。めっちゃ早そうですよ。15分ぐらいで終わるんじゃないかな。おお、なんか中、倉庫の中入りましたけど、もうなんか全部バナナっぽかったです。はい、僕をエスコートした人をずっと待ってます。あそこで多分一日中あれを繰り返してお金をもらうんでしょうね。ちなみにこのエスコートのお金90ドルでした。
はい、チェックで払います。面白い仕事ですね。でもなんかルールがあるんでしょうね。ここのポート内のルールなのか、ここの会社のルールなのかは僕はよくわかんないですけどね。もしかしたらポート内かもしれないですね。なんか勝手にいろんなところ動き回らへんように見てるとか、なんかもうすぐ近くにね、 US の多分ミリタリーですか、なんか基地があるんですよね多分。なんか Google で見た感じでは。だからまあそれもまあいろいろあるんでしょうね。こういう港に来るのは初めてですけどね。まあああいう仕事もあるそうです。エスコートフィーですね。まあそんな感じです。とりあえず待って、で荷物の重さね、4万パウンドちょうどぐらいです。でこの近くにね、ちょっとスケールがなさそうなんでちょっと不安ではありますけど、おそらく大丈夫でしょう。運んできた荷物よりもだいぶ少ないんでね。運んできた時4万3500ぐらいだったかな。そう考えたら多分大丈夫だと思います。まあでも一応帰りにどっかあったら寄って寄ろうかなとは思ってます。寄って測ろうかなと思ってます。まあそんな感じです。はい、ではまた後ほど。この機械は何なんでしょうね。ボーダーのところにもありましたけど、出るときは特に何もなさそうですね。そのまま出ても良さそう。はい、積み終わりました。だいたい1時間ぐらいで終わったんじゃないかな。まあでもいろいろなんか手続きとか書類とか、まあ取りに行ったりいろいろしなあかんかったんで、まあまあ時間はかかりましたけど、まあそれ含めても多分1時間半ぐらいじゃないかな。いい感じです。まあ相変わらずちょっと心配は重さですけどね。重さ測る場所がポートの中になかったんで、まあどっかで通り道で見つけて測らないといけないですね。結局重さはね、42,800 ぐらいありました。なんかパレットとか合わせたらなんだかんだそれぐらいになりました。だからのポテトを持ってきた時とあんまり変わらへん状態になってるんで、ちょっと不安ではありますけど、まあおそらく大丈夫やとは思いますが、あの測りに行きます。 どっかで測ります。あー音鳴ってますわ、冷蔵庫のなんかでもこれずっと続くんですよ。もうあーもう気が重い、それだけ気が重いです。あ、まあそれと重さですね。重さがはっきりするまではちょっと安心できないですけど、とりあえず気をつけて帰ります。はい、ではまた後ほど。失礼します。はい、ね、もうすぐスケールがあります。あ、ウェイステーションがあります。結局ね、測れる場所なかったです。だから多分大丈夫やと思うけど、いや大丈夫であってほしい。っていうか来る時はね、反対車線走ってたんですけど、そっちはねクローズしてたんですよ。あ、こっちもクローズですね。よかった、とりあえずは安心です。はい、バイパスサインが出ました。多分クローズしてます。いや上がら
クローズしてます。よかった。まあそんなところです。とりあえず次の重さ測れるところまでは大丈夫やとは思いますけど、もうちょっと止められへんように行くしかないですね。まあこの101今通ってても210に入るのかな。でそっから15号線に入るんですけど、アプリで見る限りでは全部閉まってます。大丈夫そうです。よかったよかった。やばい、18マイルに、まあとりあえずよかった、多分大丈夫ですね。